クロスワードの枠クロスワードパズルは、鍵と呼ばれる文章によるヒントをもとに、縦横に交差したマスに言葉を当てはめて、すべての白マスを埋めるパズル。通常、四角形であり、文字の入る白マスと入らない黒マスからなり、白マスには鍵を配置するための数字が振られている。日本語のクロスワードパズルの解にはカタカナを用いることが多い。年月日に、 ニューヨークワールドに掲載された最初のクロスワード1913年12月21日ニューヨークワールドが見にイギリス生まれの記者アーサー・ウィンが制作したものが掲載されたのが最初と言われる当初はワードクロスパズルという名前だったが後にクロスワードに変えられたボストングローブが見など他の新聞にも掲載されるようになり1924年には 最初の本が出版された。1930年には初めて辞書に、クロスワードという単語が収録された。クロスワードの歴史については生活人心書、遠山県のクロスワードの謎 ISBN41 億4088万481が詳しい。日本語のクロスワードパズルとしては、1925年3月から、 サンデー毎日誌に連載されたのが最初である。文芸春秋には1925年6月号を掲載された。現在では専門雑誌から一般の雑誌、新聞などの検証問題に至るまで幅広く楽しまれている。イギリスのクロスワード作家であるロジャースクワイアは2つのギネス世界記録の記録を保持している。一つは出題数で2007年5月14日に 通算66,666 66作目を発表している。この間に作成した鍵の数は200万以上である。もう一つは最も長い単語を入れた作品である。58文字の LLANFAIRPWLLGWINGYLLGOGERYCHWIRNDROBWLLLANTYSILIOGO G-O-G-O-C-H という単語を含んだ作品を発表している。制作や回答において、例外が許されないほどの厳格なルールはないが、慣例がいくつかある。上のルールのうち、クロマスの配置に関するルールを、クロマスルールという。このルールは、ナンバークロスワードパズルなどのクロスワードに類似した、他のパズルのクロマスの配置においても適用されるが、必ずしも決まったものではない。 なお、鍵の配置については横に振る方式と縦に振る方式がある。ヒントもそれに応じて前者は縦、横の順に、後者は横、縦の順に並べてある。後者については、盤面を横に拡大させた場合に数えやすく、適している。問題縦の鍵横の鍵よく、使われる鍵のタイプには、以下のようなものがある。など。 一部のクロスワードには鍵を文章ではなくエアーズで表すものがある。代表的なものに以下のようなものがある。一部のクロスワードには鍵の存在しないものがある。その場合には他の方法で単語を見つけるための手がかりが提示される。鍵を用いないクロスワードで最も代表的なものがナンバークロスワードパズルである。これは あらかじめ盤面に入っている文字と文字の並びの特徴を手がかりに単語を考えていくものである。他には、あらかじめマスに入れる文字が枠外に全て提示されており、それぞれがどのマスに入るかを探すものや、枠内のマス全てに文字が入っていて、余計な文字を黒マスルールにのっとって、黒マスにし盤面を完成させる、余計文字クロスなどがある。 ヒントから導かれる言葉をマスに埋めるという基本ルールは同じだが国によって枠の組み方、鍵の付け方には差がある。アメリカ式イギリス式ヘブライ語式アルファベットを使用する場合通常は大文字が使用される。言語によって以下のような慣例がある。ありがとうございます。